やけに警備が手薄だ。ウォールードとの戦で躍起になってここの兵士をいくらか回したか。何にせよ好都合だ。それにしてもさすがに勘繰りすぎたか。おい、それはどういう意味だ。あんたの言う抜け道はいつも敵だらけだったからな。この長い人生にはちょっとした刺激が必要なんだよ。お前みたいな若造だってすぐに老け込んじまうんだぜ。余計なお世話だ。いいかクライブ、何かが変わるきっかけなんて些細な出来事や何気ない一言なのさ。よく見てよく聞きよく話す。人生を豊かにするにはそれが何よりも大切なんだ。面倒があれこれ増えることを豊かになるとは言わないだろう。どうした。何でもない。それでこれからどうするんだった。ああ、マザークリスタルのコアを叩く。そいつを壊せば全体が崩壊するはずだ。なら行き先は一つか。そうだ、コアが祀られているクリスタル神殿を目指す。こっちだ、ついてこい。警戒しておけよ。ああ、分かってる。大丈夫そうだ、行くぞ。やれやれ、敵さんがお揃いだ。やっちまうか。おい、やったらしいぜ。なんだあいつらは。さあ、ちょっと片付けるぞ。あんたの抜け道はいつも変わらない。言ったろ、刺激が必要だって。ご苦労さん。まったく。あれは警備が厳しいだ。クリスタルの運搬路か。抜け道はここで終わりだ。奴らを倒して進むぞ。かかれ！あいつを呼べ！今すぐだ！Yeah!
面倒なのがおいでなすったようだ。死に方くらい選べばよいものを。貴様らもこれの餌食にはなりたくあるまい。ふかしやがる。さっさと黙らせるぞ。くらえ！Right!
大量のエーテルを浴びてアカシアとなった者の末路だ。ひどいもんだぜ。こんなの人の死に方じゃ。急ごう。このエーテルは下の層から溢れてきてるな。まさか。思った通りだ。濃いエーテルが漂ってエーテルだまりになってやがる。このまま降りて大丈夫なのか。ドミナントやベアラーなら少しの間は耐えられる。だがあまり長いにしてられん。ここから地下採掘場だ。その先にマザークリスタルがある。ともかく急ぐとしよう。スリーチのイサベルが言っていた。ここの連中がオリフレムを捨てるという噂があると。なるほど。あの噂が本当だったのか。国のお偉方はここにエーテルだまりが出たのを把握してたんだろう。連中、アカシアの巣のない新たなコートを作る気なのかもしれない。飛べって？いいとも。助かったぜクライブ。最後まで案内しろよ。分かってるさ。ご愛嬌ってやつだ。
よ。この先だが、なんだこの鉄格子は。蹴破るぞ。硬いな。次だ。もう少しだ。同時に切るぞ。合わせろよ。面倒なもん作りやがって。そろそろマザークリスタルだ。本当にこんなところから行けるの？ま、見てなって。大丈夫だ、誰もいない。ドレイクヘッド、なんて巨大なの。神殿はあの橋の先にある。しかし、ろくな修復もされてないとは。よほど人手が足らんらしい。まさか、あんたがあれを。ああ、前に忍び込んだ時は橋の手前でバハムートのドミナントと鉢合わせてな。追いかけられて仕方なくだ。よく逃げ切れたもんだ。さっさと妻しも
いつらはまさか。あの時に。化け物とも知り合いなんだ。関係があるのか。聞いたことがある。ドレイクヘッドのクリスタル神殿には聖域を守る番人がいると。前に俺が潜り込んだ時にはお目にかからなかったんだな。とにかく慎重に。
何かいる。なんてこった。門番まで明石屋になったのか。さあ一気に叩くぞ。クライブ、分かってる。Thank you.
大丈夫か？ええ。神殿はこの先だ。警備の増援が来る前に済ませるぞ。もっともこうエーテルだまりがあっちゃそう簡単には来れないだろうがな。クライブ。ん？全てのマザークリスタルを破壊したとき、俺たちは魔法を使う最後の存在になる。場合によっては立場が逆転し、今よりもっとひどい目に遭うかもしれん。恐怖の対象としてな。だがそうなったとしても、いつかこの選択が道を開く。生まれも身分も関係なくなると信じている。やけに弱気だな。あんたらしくもない。言ったろ。もう一度信じるって。それじゃ行くとしよう。大悪党シド様の華麗な第一歩だ。覚悟はいいか？もちろんだ。ええ、見届けるわ。ありがとうよ。